日本のコンビニエンスストアチェーン一覧では、日本のコンビニエンスストアチェーンについて記述する。なお、チェーン化しているか不明なコンビニエンスストアは、店舗が2店舗以上存在するもののみ記載する。ローソン、原町北原店、ファミリーマート、シギタあずま店デイリー山崎塚口駅前店ポプラ、イーナン赤名店日本国内の主要チェーンを、店舗数順に列挙すると、以下の通り、 セブンイレブン2万千二百十五点、ファミリーマートから一万六六千百四十五点、ローソン一万四四千百七十六点、ミニストップ九百八十一点、デイリー山崎千1420点、成功ーマート千百七十一点、ヌーデーズ七百五十九点、コミュニティストアマイナス三百三十七点、ショップ九十九、東京方南町店四十七都道府県すべてに展開しているのは、 ローソン、ファミリーマート、セブンイレブンの3社である。上記の3社は、日本全国に1万店舗以上を展開している、日本の3大コンビニチェーンと言われる。ここでは、全国規模の店舗展開に順じながらも、一部地域で出店がされていないチェーン店を挙げる。ヌーデイズ、東十条店、アンスリー、淀屋橋店に演するチェーンのみ。コンビニエンスストア、 キャプテンハウス店舗外観、ありがとうございます。